全国4175校14万5522人の高校生イレブンが待ちに待ったファイナルです。ここで溶かしてきました。4年前のインターハイで日本一、負けず嫌いで研究熱心、サッカーの質に自信が出てきたと話す黒田剛監督です。さあ13番の野間、中に置く、さあシュートを打てるか、10番の柴崎が前にいました。サッカーを始めてわずか4年で決勝進出、失うものはないと言っていいでしょう。山梨学院初出場、初優勝ならば65回東海第一以来23年ぶり。さあこれは前に出る、さあ行く、19番の佐野、今キーパー見事なくすびきになります。まあ、ディフェンスラインギリギリからですね、いいパスも出ましたけど、ただキーパー非常に低い姿勢でうまく取りましたね。そうでしたね。これはボールが引っかかりました。この時の山梨学院の中盤でのプレスが非常に速いですね。ボールを持っている、ふわりとボールを浮かした、さあシュートを打てるか、向こう側チャンス、さあシュートを打った、キャプテンが決めました。山梨学院が先制点、7番キャプテンの薄井、前半の11分、初出場の山梨学院がなんと名門青森山田から1点を先に取りました。7番の薄井、さあこのボールつなぎどうでしょう。いやもうトラップした瞬間に狙ってましたね、これね。ちょっとあの青森山田高校のディフェンスのマークがつく前にボール回しますね、はい、1点取れば得点ランキングトップに並びます。さあワンツーパスから伊藤から中に走らせて、ね、さあシュートを打てるか、赤坂から、そして8番の三田、さあボールを持って8番の平塚から前にボールを送る、早いですね。19番の佐野、佐野が持って帰る、わーっと伊藤がボールをかさらった、中に送る、さあシュートを打った鈴木、もう一回伊藤、ボールを奪われた瞬間の早い守備だということなんですね。チャンスですね。さあボールが野間、うわー、柴崎から出ます、野間、山梨学院が囲みます。4番の成田のシュートでした。8番の三田から6番の中島、右足でクロスを入れる、さあどうだ、中島も入る、シュートを使う、送って柴崎シュート、西学院19番の佐野切り返す、前に選手が入っていく、9番の鈴木シュート、ディフェンダーに当たった、伊藤シュート、はい、13番の渡辺がすでに用意をしています。せっかくの決勝戦なんですが、3年生井上、あとは仲間に託して優勝旗を待ちます。ちょっと涙が出ているでしょうか。ピースの皆さんもこの決勝戦見守っています。いい展開ですね。さあ青森山田、8番の三田、6番の中島がオーバーラップ、スペースを作った、椎名から中に送る、チャンスですね。さあシュート打てるか、いやいい動きだ、野間のシュート、自分を信じて、仲間を信じて、選手全員が勝利を信じて疑わなかった、チーム全員で掴んだ勝利と話しています。いやさあ成田、キーパーが出る、さあこれは、あこれはカードが出ます、イエローカードが出ました。ですね、今のね、しょうがないですけどね。いやしかしちょっと危ないシーンではありました。シーナか柴崎か、距離は 20m、 シーナ送っていく、さあ宮瀬、4番の赤坂、いいボール蹴りましたね。相手のディフェンスとキーパーの間の少しでも入ってしまうような、いやピンポイントですね。どのようにゲームプランを練ってくるでしょうか。黒田剛監督、ロスタイムは1分です。成田、まあ、チャンスですね。いやいいパスだ、柴崎から8番の三田が中に行く、りますよ、さあどうだ、成田のシュート、手元の時計ではロスタイムの1分を経過、今長いホイッスル、前半終了です。裏で要求する、さあシュートを打てるぞ鈴木、2人で囲む、まだ取られないが懸命のクリア、 ります、ね、まだボールを持つ藤巻のシュート、うわー跳ね返った。さあどうでしょうか、山梨学院がボールを取る、これはちょっとショートカウンターの形になりました、倒された、佐野、薄い狙っていく、ボールこぼしている、あこれはカウンターになるか、このボールを中山が取る、横浜が取る、横浜が取って、ああファウル、赤坂がファーサイドに寄ってくる、椎名が行く、壁に当たった、直接狙いました。さあ10番の伊藤から9番の鈴木、ボールを持って、あったカウンターになります、10番の鈴木、逆サイドには19番の佐野がいる、よく6番の中島が足を入れました。67歳になった横森監督です。はい、竹重さん、鈴木さん、そのたくさんの応援、さあ14番の成田はオフサイド、いやいいパスですね。さあ柴崎から、
しかしここはよく12番の藤巻が戻りました。今度は青森山田左サイドから中島、ボールを足の裏で扱って三田から中に入れる、エンドのシュート。そうなんですね。でその荒川栄監督に話を聞くことができました。はい、まあ、野間からチャンスです。向こうサイド振り、三田シュート。まだ生きてるが、ファウルです。すぐに逆サイド蹴ったってのがいいですよね。サイドハーフがゴール前に顔を出してきましたね。そうですね、そういった大きなジェスチャーで、チャンスですね。さあボールが中に入った中島、チャンスですよ。中島から14番のエレが中に入る、うわーシュート。よく読みましたね。4番の中田がうまく読みましたね。今度逆に3対3ですね。さあ10番の伊藤から19番の佐野へ、国立競技場が大きな展開に沸いています。いやさあキャプテンのシーラのシュート、薄れのシュート。6番の中島、中島のシュート、ディフェンダーに当たってコーナーキック。中坂がファーサイド、いいボールだ、中に行く、野間、わかる、野間シュート、もう一回打てるか、クリアしました。山田ストッキング、クロスを入れる、非常に前半と違ってクリア、壁ミラー選手入ったんでね、はい、足元でここ止まるようになりましたね。伊藤から鈴木が入っていく、うわ、優勝すればもちろん山梨県勢初チャンスです。サードランナーから持っていく、沼田からくしびき、くしびきの左足、うわ、ただ沼田選手が非常に落ち着いてますよね。ゴール前でトラップして周りをうまく掴みながら、うわ、表情が変わりました。中へ、どうだ、跳ね返します。山梨学院大会期間中は何度も神社にお参りし、日本一にあやかって東京タワーにも行きました。今朝もいいんです。さあ壁見ます、壁見ます、中に送る、さあシュート、伊藤後ろが津田のシュート。バーはキャプテンのシー薄い、逆サイドは8番の平塚、伊藤の中に入ってのシュート、高塚まだありますよ。このラインに吸収されています。4人の前で待っている青森山田、野中、くすぶきだ、くすぶき、うまく足を入れた。初出場で初優勝ならば、首都圏開催となった51年度以降では23年ぶりの快挙。さあボールがある、うわー、ネットの間。さあ青森山田には4分の時間が残されています。ワンバウンドボール、壁ミラー、ヘッドで高いシュート、打つ、ダメ、キャプテンゴールキーパー、くしびき、サイレンのリード。さあ中にボールが入る、ヘッドでクリアしました。さあ攻める青森山田、守る山梨学院、その先には優勝旗が待っています。守ります、山梨学院、今長いホイッスル、初出場の山梨学院大学附属高校、見事に初出場初優勝、23年ぶりの快挙。そして山梨県勢としても初優勝を飾りました。そして横森監督は27年前に忘れてきた優勝旗、見事に67歳その手中に収めました。青森山田追いかけたんですが追いつきませんでした。山梨学院初優勝、決勝戦が終わりました。テイジン、プーマ、三井ホーム、明治製菓、コカ・コーラ、富士ゼロックス、以上協賛6社を代表しまして、テイジン株式会社大八木重雄代表取締役社長 CEO より協賛者杯が授与されます。武田さん、はい、1点の勝負になりましたが、両チームとも最後の最後まで頑張りました。そうですね、本当に素晴らしい試合だったと思いますし、本当に競技場に来ている方、そしてテレビで見ている方が本当にこう感動やですね、こう勇気をもらったような本当にいい試合でしたね。はい、怪我をした井上、悔しかったでしょうがベンチから気持ちを送りました。見事にイレブンが答えてくれました。初出場の勢いが名門青森山田を上回ったと見ていいですか。そうですね、本当に今日の試合を見ていても伸び伸びとですね、はい、堂々とプレーしていた感じしますね。山梨学院は青森山田キャプテンの椎名、大怪我を乗り越えて、いやしかしよく頑張りましたね。いや本当にね、怪我の中でここまでよくやったと思いますよね。第88回全国高校サッカー選手権大会、優勝は初出場の山梨学院。青森山田もよく頑張りました。大会を支えた全ての方々に
矢板中央高橋健二監督の言葉を送りたいと思います。高校サッカーは最高です。